はい、1次予選、2次予選を終えまして、決勝進出のマシンが揃っております。ね、ざーっと結構ね、幅広いセッティングのマシンが残ってますね。ギャンボーですね。これギャンボーも残ってる。おー、ほんまや、これか。これ素晴らしい。レーザーミニ四駆残ってる。1320円。ね、値段がなるほど。あ、ウイングがほんまや、やっぱりいますね。でもここにウイングつけてるマシンもいましたよ。これ俺、つけないけど乾燥してるって。いいな、レーザーミニ四駆のフロントウイング、いいっすね。さあ、この中から勝ち上がるマシンが出てくるのか。あ、出てくるんやけど、誰が勝つのか。やばい、ブランクがひどい。ブランクがひどい。出てこへんことはないです。必ず優勝者は出ます。さあ、皆様お待たせいたしました。ビッグレジーのファースト、ついに決勝のトーナメントでございます。参加人数が120名余りございますのでね、その中の、トップ22ということになりますね。はい、素晴らしい。ここまで残っただけでもね、素晴らしいので、誇りに持っていただけたらなと思っております。ではですね、決勝トーナメント第1レース、今芝選手、ハンマー選手、えぐい正気選手、勝ち上がりましたら電池を変えてマシン停止の方お願いします。さあ、例の方決まりましたか。では参りましょう。ビークレイジーのファースト決勝トーナメント1回戦、いきましょう。スイッチオン、シグナルに注目、スタート。さあ、勢いよく出たのはこちらは3コースのマシン。さあ、インフィニティコーナーからファストスロープ、さあクレイジーコーナーを抜ける。さあ、一気に追い上げていくがどうか。さあ、ファントム、おっと、わー、どうした。では、行きましょう。さあ、いいレース、行きましょう。スイッチオン、シグナルに注目。さあ、スタート。さあ、まず出たのは1コースのマシン。さあ、先頭。さあ、ファントムジャンプを越えて、おっと、1台残る。さあ、そこでしっかり完走したいところ。さあ、ファントムジャンプ決めてくる。ファイナップ入る。さあ、最後レーンチェンジを決める。さあ、ファストスロープ、クレイジーコーナー、サイクロンバウンシングからファントムジャンプ、おめでとう。ハンマー選手勝ち上がり。電池を変えてマシンの方テストお願いします。では参りましょう。ビークレイジーダーファースト準決勝となります。準決勝進出、頑張ります。準決勝進出、第1レース1人目、ワーステージュー、2人目、岡本ステージュー、そして第1レース最後の1人は翔平ステージュー。さあ、ベスト8の戦いとなります。 OK ですかね。では行きましょう。ビークレイジーダーファースト準決勝開始です。シグナル以上スタート。さあ、対局戦のワン選手、さあ、2コースのマシンが上げづらい、2コースのマシンが上げづらいよ。さあ、ブレーキをしっかり効いている。ハートルタイプを決める、素晴らしい。ハートルブレーキでしっかり入れてくる。さあ、ファストスロープからのクレイジーコーナー、さあ、ファイアラップのクレイジー
一人目、笹川選手。ありがとうございます。二人目、銀次選手。ここは対マンでのバトルとなります。さあ、決勝進出最後の一人を決めます。笹川選手、VS 銀次選手。じゃあ決勝トーナメント準決勝ファイナルレース、フィッチャー篠田勝負。さあ、佐藤リンター先の笹川選手。さあ、後ろから銀次選手も追い上げていくとするが、さあ、抜けがいい笹川選手。さあ、トップが笹川選手、ファントムジャンプを決めてこれでいい。さあ、銀次選手、ここはしっかりかわしたいところ。さあ、インフィニティコーナーを抜けてファントムジャンプ、クエンジンコーナーからのサイクロンバウンシング、ファントムジャンプを決めてくるパイナップ。さあ、最後の最後のファントムジャンプは分からないところで、さあ、ファーストスワップを抜ける。さあ、どうか、最後着地を決めるのか、決めてくれ。おめでとう、加藤は銀次選手。ああ、では参りましょう。ビークレジーザーファースト決勝戦を行います。では行きましょう。ビークレジーザーファースト決勝進出した1人目、エントリーナンバー131、翔太選手。では、キーを持ってね、スタートにお願いします。続きまして、決勝進出の2人目、エントリーナンバー130、ハンバー選手。そして、最後の1人、決勝進出の3人目、エントリーナンバー26、インジー選手。では参りましょう。ビークレディーのファースト決勝戦、スイッチオンシグナルに注目。さあ、佐藤一応ずつ佐藤一応ずつ、さあ二個ずつマシンが一気にいく。さあ、ハンマー選手、ハンマー選手のマシンとこちら千円選手か。さあ、先頭はハンマー選手のマシン。さあ、おっと、ゴーちゃんの、あ、タイレースですね。決勝タイレースという事態上げすぎじゃないか。では参りましょう。決勝戦タイレースあります。スイッチオンシグナルに勝負。さあ、佐藤一応ずつ当たったのは1コース。さあ、決勝の攻撃が入るのは1コースのマシン。さあ、後ろからハンマー選手、ミニ選手、先頭は翔平選手、決めてくる。さあ、後ろのマシンも来るぞ来るぞ、その差は分からない。1人、さあ、クレイジーコーナーからだよ。さあ、さあ、ファイナップ
こちらもね、提供いただきました景品プラスですね、100R さん、レーザーズさん、ギルドさんからですね、6000円分の利用券の方をね、申請させていただきます。さあ、翔平選手、おめでとうございます。いい、おめでとうございます。今、翔平選手でございました。さあ、続きまして、というかもう最後ですね、流行るビークレイジーザファースト初代王者にかけました銀次選手、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、優勝したインタビューということでございまして、はい、どうですか優勝された気分は。いや、もう常にあの安定走行を狙いながらちょっと狙い通りです。おめでとうございます。本当に右翼をね、感想も大事だというのは、ね、非常に応じていましたね。はい、ということで、ね、銀次選手にはですね、各店舗1万1000円ずつの金券となりますね。なので3万3000円分の金券となりますね。そして、片谷さんからいただきましたアマゾンギフトカードの、5000円分と、各ね、知っていただきましたキットと2人、片谷さんから提供いただいたオレンジの提供の MS、 おぉ、もっといっぱいあるぞ。らしいです。なので多分総額5万を超えますので、はい、本当におめでとうございます。ビークレイジーザファースト優勝は銀次選手でした。おめでとうございます。そしてですね、優勝プレートというのが優勝者の方にはご用意してまして、こちらビークレイジーザファーストのプレート、プレートとこちら優勝トロフィーの方を新設しております。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ということでございましてね、最後トロフィーをかけていただきまして、優勝は銀次選手でございました。おめでとうございます。はい、はい、ということでね、以上にてビークレイジーザファーストの、大会を終えたいと思います。ご参加された方本当にありがとうございます。まあ第2回以降ね、まあ今回の評判を見てですね、考えていきますんでね、僕たちはできるようになんとかね頑張っていきたいと思いますので、もし第2回開催された際はですね、ぜひともご参加いただけたらなと思います。というわけでね、この後フリートークはございますけども、一旦締めさせてもらいます。では皆様、ビークレイジーザファーストご参加ありがとうございました。銀次選手おめでとうございます。翔平選手、まんま選手にも拍手お願いします。というわけでございまして、ビークレイジーね、終えましたね。本当にね、初めて大会運営ということでやりましたけども、まあ、本当にね、ね、ファントムジャンプのスモークのね、面白いね、今回の試みとかもあって、僕たちのね、ある程度思うところはね、形にできたと思いますね。まあ、本当に評判は分かりませんけどもね、次回以降本当に開催できたら開催したいと思ってますんでね、ぜひね、その度は皆さんもぜひともね、参加していただけたらなと思います。というわけで、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はご協力いただきましてありがとうございました。もう多分次回以降もあると思うんで、ぜひともまたお願いします。はい、いや、めちゃめちゃ楽しかった。よかったです。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ、お疲れでした。運営のメインとして、ね、今回は大変でしたけど、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ次回もね、ぜひ参加できたら、開催できたと思うんで、ね、お疲れでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、矢口さん、お疲れ様でした。今回はありがとうございました。もうまたね、次回以降も何卒、はい、本当助かりました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、加藤源さん、お疲れ様でした。どうでしたか、今回は。ドライヤーシングルの方。いや、でも見てて面白かったけどね。はい、本当にね、初めて MC だったけど、うん、何回同じ展開のセリフ言ったか。そういうもんです、そういうもんです。まあ一応今回はね、和さんと竹雄と加藤源さんということで、一応メインでね、3人でやりましたけど、まあ、本当にね、まあお疲れ様でした。僕たちは今回ね、大会当日結局、まあ結果的にね、楽しく終えたんで、はい、良かったと思います。はい、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ、ウィーということで、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ほんまに助かりました。いや、何をしちゃいますか。皆さんがいたから、ほんまに。いや、もう僕のおかげです。ありがとうございます。ああ、そうです。
テーマさんのおかげですね。あれ MC もありがとうございます。あとバンビーの、ね、お姉さんにも言ってください。ありがとうございましたと、はい、本当に、はい、ありがとうございました。また次回開催時もお願いします。ありがとうございました。またね。あ、翔平さん、はい、お疲れ様でした。はい、あ、しかも準優勝、準優勝までされて、おめでとう。上の方も手伝っていただきまして、ありがとうございました。ぜひとも次回も、はい、次回も何卒ご協力いただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。本当にあの今回はご協力いただきまして、ありがとうございました。運営としてね、またあの多分2回以降も僕たちはやりたいんで、はい、もしその時も、はい、ぜひともご協力いただけたらと思いますので、はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はご協力いただきましてありがとうございます。楽しかったです。良かったです。あの多分次回以降もねやると思いますんで、その時もぜひぜひ、はい、そうです。また今回ありがとうございました。ありがとうございました。はじめちゃん、お疲れ様でした。今回はありがとうございました。お手伝いいただきまして、はい、ね、本当にもう多分次回以降もなんとかやりたいと思ってるんで、その時もまたカメラを撮るんで、はい、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。寺さん、はい、お疲れ様でした。あ、今ギルドさんご協力ありがとうございます。あ、とんでもない。こちらこそいい経験させてもらって、はい、ありがとうございます。一応今回僕たちの話では寺さんを運営に入れようという話になってるんで、あ、お願いします。、ね、また、今後ともねご協力いただくことになると思うんで、よろしくお願いします。また盛り上げていきましょう。はい、ありがとうございました。今回ありがとうございました。ありがとうございました。あの、ハンマさん、ありがとうございました。あ、危ない危ない。ありがとうございました。運営としてねご協力いただきまして、なおかつ第3位、素晴らしいです。ありがとうございます。あ、 YouTube の方もねやったんですね。はい、ね、なんかすごい勢いで伸びてるというお伺いしてますけども、いやいや、またはい、また次回以降もできるやりたいなと思ってるんで、ぜひともご協力いただけたらと思います。ありがとうございました。